スウォーカーが動き出した。自己防衛システムのターゲットはスネーク、あんただ。何としてもそいつを止めるんだ。Thank you.
ック開始。まだ30は出る。ハインドにはパスも乗っている。頼む。分かってる。大事なクライアントだ。スネーク、ピースウォーカーを逃がすな。夜が明ける。行け。
カズ、ピースウォーカーがパスも一緒だった。ああ、だがカズ、どうしてパスが、コールドマンはなぜパスを。パスは教授、つまり KGB のところにいたんだ。コールドマンはそれを嗅ぎつけた。パスとガルベス教授の関係を奴は知ってしまった。奴はピースウォーカー計画を妨害する KGB の動きをパスから聞き出すつもりなんだ。そんな、パスは何も知らないはずだ。だが奴は疑うだろう。もしかしてガルベスがもう殺された。コールドマンはパスを俺たちに見せつけることで手を引けと言っている。クライアントはいなくなると。うかつだった。パスとの連絡が途絶える前に気づいてやるべきだった。カズ、悔やんでる時じゃない。スネーク、パスが危ない。ああ、もうビジネスは関係ない。先を急ごう。奴らの行き先が分かったんだ。本当か。ああ、アマンダが調べてくれた。スネーク、あんたがバシリスクを追い込んだのはサンファン川、その対岸は私たちの鎖国よ。その先の足取りをニカラグアの同志に追ってもらった。フォコロ戦の長期人民戦争派だからあまり付き合いがないんだけど。奴はどこへ。バシリスコは西へ、国境沿いにラゴコシボルカまで。その湖畔の南方に米軍の補給基地がある。2年前の地震で被害を受けてからアメリカがその一帯を占有してるんだ。バシリスコはそこよ、間違いない。分かった。だがどうやって国境を越える。国境越えに使ってるルートがあるの。船長を紹介する。小さいボートだけど。悪いな。二度と祖国をウォーカーの好きにはさせない。スネーク、コールドマンはその基地で核を撃つ。目標は MSF だ。ヒューイによれば発射準備にあと2日かかるらしい。しかし決行日の指定には他の理由があるようだ。どんな。明日からウラジオストクで米ソ首脳会談が行われる。その開催に何か関係があるようだ。確かソルト2の会談が行われる予定のはず。コールドマンはその交渉の席をぶち壊そうと、あるいはその交渉の切り札にする。パスのこともある。とにかくもうあまり時間がない。あ、なんとか食い止めてみせる。